メリークリスマス。はい、皆さんこんにちは。ネフェストが正規モグレスじゃないの。はい、やり直し。テイク2いきます。はい、皆さんこんにちは。リナです。サカです。ディブログです。メリークリスマス。メリークリスマスです。まあ、この動画撮影してる日じゃなくて、この動画を公開する日はちょうどクリスマスですので、皆さんメリークリスマス。今年のクリスマスは神戸からお送りします。今日は神戸でクリスマスマーケットを開いているイベントに行きたいと思います。で、それはただのクリスマスマーケットじゃなくて、ロープウェイに登ってこう神戸の街全体的に見下ろせるクリスマスマーケットがあるということを呼んだから、神戸に行くことにしました。今から行きましょう。めっちゃクリスマスムードだね。いい感じ、本当に。チケットゲットしました。往復大人一人1500円。はい、歩いても行けるって言われたけど2時間かかるらしい。無理無理、山道を2時間でしょ。もう登山だよ。ということで、ロープウェイに乗り込みました。めちゃくちゃ景色綺麗だね、神戸の街。そう、晴れてて、あと紅葉してる。そうだね、紅葉もまだ残ってるからね。来ました。違うよ、中間駅だってここは。そう、だまだもっと上まであるらしいよ。うわ、こっからまた紅葉が綺麗。本当だ、すごい。はい、ということで山頂駅着きました。おお、景色いいな。で、おめっちゃ景色いいよ。紅葉と街と海と山とね、抜群だね神戸。はい、着きました。着きました。寒々だね。わあ、景色がいいな。ドイツの雰囲気だね。イエス。あと温度もめちゃドイツの温度だね。寒い。すごいね、ドイツ祭り2021ってことで、いろんな食べ物も売店出てるし。でもそんなにドイツっぽい食べ物じゃなかった。おー、これドイツっぽい。くるみ割り人形かな。違う。違いましたか。線香、線香。ドイツ線香、ドイツ流線香だよ。あ、そうなんだ、これ。これの中に入れて、ここでなんかこう口からこう。で面白いよ。ドイツ定番のくるみ割り人形とかも置いてありますね。まだ奥にもなんかあるね。うん、行きましょう。まさにクリスマスの門みたいになってるね。え、めちゃめちゃドイツっぽいね、建物がすごいドイツだね。あ、こっちはガーデンだ。これもまた雰囲気がいいよ。雰囲気作りがすごいね。ああ、なんか細かいよね、芸が。あ、そうそう、いろんなところに座れるね。うん、ちょっと寒すぎて。そう、もっと暖かければいいのにね。あ、こっからの景色いいじゃん。うん、ということで、さっきの広場に戻ってきたので、何か食べましょう。ビールもありますね、社長。イエス。ラーデベルガーとシェッファーホッファー。イエス。ピルスナーとバイゼン。なんかこれが好きじゃない、これこれ。焙煎できますか。イエス。今こんな寒い間にビールを飲む気分になってるの。ビールはいつでも飲む気分だよ。年中無休365日だよ。そうだ、暑くても寒くてもいけるよ。いや、私あったかいものが欲しいな。あ、グリューワインもあるよ。ある。
あのグリューワインって言って、ホットワインにスパイスが加えた。そうだね、だから赤ワインを温めてシナモンを乗っけたって感じのイメージ。寒いドイツではね、抜群に体が温まる。ソーセージの盛り合わせと、ソーセージと、このクロケッタ、クロケッタと、はい、あとは、このワイツェンビール。ワイツェン。寂しいというか、なんか色がちょっとついてなさすぎる。本場のドイツ人からダメ出し出ました。では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 、ではではソーセージ。あ、でも美味しい。合格ですか？うん、不合格じゃないかな。クロケットもいただきます。はい、うん、あ、濃い。あ、そうです。あ、明太子ソースが美味しい。明太子ソース？うん、明太子じゃないでしょ。え、明太子ソースだよ。本当に？マヨとケチャップの混ぜたやつじゃないの？いや、明太子ソースだと思う。違うよ。そしてバイツいただきます。あ、さっぱり、うまい。本当かな。最高だね。マジで寒いよ。あれ絶対に明太子じゃないよ。いや、明太子だって。マヨネーズとケチャップだよ。いや違うって、明太子だって。明太子ソース絶対入ってる。マヨネーズとケチャップだよ。皆さんどちらを信じますか？ちなみに今までの動画を見ていただければ、レナがバカジタということはご存知だと思いますので、明太子にマヨネーズとケチャップが入ったソースということで、ここは和解しておきましょうか。だから両方とも正解だね。マヨネーズとケチャップと明太子入ってるから。まあ、ちょうど薄暗くなってきて、イルミネーションも映えてね、いい感じですよ、このドイツ村。いい感じですね。いや、最高なんじゃない？ホットワイン、グリューワインとホットチョコレート。え、オレンジ丸ごと入ってるんじゃない？あ、いい匂いする。クリスマスの匂いする。あ、ワインがめっちゃ効いてる。あったかい、いいな、いいな。ホットワインです。はい。おお、おお、ワインって感じでしょ。あったかくなるとよりワイン感が強くなるね。うん、でもあれスパイスとフルーティーな感じもあるから、めちゃめちゃ美味しくない？よりアルコールを感じるんだけど、スパイスでそのアルコールの強い感じが飛んでる感じはする。もう酔っ払った？うん。ちゃんと文章もちゃんとコメントできてないからね。さっきのビールとこれの一口二口で酔っ払ってるかもしれない。でもこれを飲みながらこの景色はね、マジで最高。タカが邪魔だよ。しかもあったかくなってきた。はい、ということで降りてきました。はい、本当に寒かったけど雰囲気作りが良かった。本当にハーブガーデン、はい、ぜひおすすめです。私たちは今からホテルに行きます。この動画をここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してください。次の動画でもまた会いましょうね。バイバーイ。バイバーイ。